半世紀にわたって原爆の惨状を描いた絵を展示してきた埼玉県東松山市の丸木美術館は、新型コロナの影響で運営の危機に直面しましたが、全国から寄付金が集まり再開にこぎつけました。屏風に等身大で描かれているのは、原爆が投下された直後の人々の様子です。作者の丸木位里と妻のトシは、半世紀前に東松山市に移り住み、原爆の図を展示するようになりました。しかし感染拡大の影響で、美術館は4月から2ヶ月間休館を余儀なくされ、入館料収入もなくなり、運営の危機に直面しました。その後、この状況を知った国内外の人たちからおよそ5800万円の支援が集まったということです。自分のためじゃなくて、これから未来に絵を見る人のために、この美術館はなくなっちゃいけないんだっていう思いを持っている人がたくさんいた。美術館は今日夕方、追悼の祈りを込めて近くの川に灯籠を流すことにしています。